はい、こんにちは、高井です。今ダイエット中なので、ダイエットの時にね、食べるものを業務用スーパーで買い込んできました。今から紹介していきます。まず鴨ロースですね。そしてこれは牛ロース。これも牛ロースステーキで、こっちは焼肉ですね。で、このハンバーグを2つと、これは豚ロースですね。ちょっと光の加減が、サニーレタス、もやしです。で、この冷凍保存用のね、フリーザーバッグというのも買ってきてます。その他にもね、冷凍庫の中には肉と魚でいっぱいです。野菜室にもね、水菜とかアボカドとか、買い込んでます。こんな感じでね、肉と魚と野菜を食べるとシェイプした体を作れます。プラスアルファね、筋トレすると効果的です。以上です。